こんにちは、こんばんは。ようこそタッドチャンネルへ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は新型ステップワゴンプレミアムライン EHEV が納車されましたので、前回乗っていた RP3 との比較をちょっと検証してお話していこうと思います。買い替えどうしようって考えている方、ぜひ参考にしてみてください。では最後までごゆっくりどうぞ。はい、ステップワゴンからの買い替えは新型ステップワゴンになりました。で、初代を思わせるようなあのスクエアな形のすっきりとしたシンプルな車になってます。で、これプラチナムラインっていうのを購入したんですけど、ホイール本来17インチを履いてるんですが、ちょっと雪がちょこちょこ降ってたっていうのもあって16インチの車外のスタッドレスになってます。プラチナムラインだけがここのヘッドライトが三眼になってて、自動で灰色を切り替えてくる素晴らしい装置がついています。いいですね。じゃあちょっと車内見てみます。はい、車内は、まあ、ここら基本的にインパネのここら辺のあたりっていうのはあんまり RP の3型とそこまでは変わってないんですけど、このフロントのインパネが目たまりがものすごく見やすい位置に変更されました。ちょっと絵にかけてみますね。もう今時の車はやっぱりデジタルですね。で、座って着座した時にメーターがちょうどこのハンドルの間から見えるのですごく視認がいいです。前のと方はこの位置にデジタルメーターだったので、ちょうどこれハンドルにかぶっちゃってほとんど見えてなかったんですよね。なので、まあ、実際スピード見る時なんかはレーダーの車速を見てたりしました。で、これはとにかくオーディオがめちゃめちゃでかいです。11.4 インチ、多分このミニバン系では最大の大きさと言われております。それに今ちょっと Fire TV スティックを HDML 接続で行ってます。で、ここのカバーはちょっと前の反射防止のために Amazon で買ったものをつけてます。で、プラチナムラインっていうのがここの素材なんか、あとドア取り物の周り全部後ろまでなんですけどがスウェード調の感じになってますね。で、ここのちょっとレザーっぽいプラスチックなんですけど、ここはオプションでつけてもらいました。で、ちょっと後席行ってみます。で、後席がこのボタンで開けれるという、すいません、朝子供が鳴ったんでちょっと汚れてますけど。で、今スーパーロングシートといって一番最大の位置で合わせてあります。で、この距離感だとこんだけのスペースあるんで、まあ、4人で乗ったらかなり後ろの人は VIP ですね。で、これがここ1回2回押し上げることによって、まあ、当然前後で左右ここ横に動くんですよね。で、普通に 3列使う場合はここで止めて、もうこのスペースっていう感じです。で、この方から電動式に変わりました。
で、まあ、普段後ろ僕全く使うことがないので、このオプションのカバーをつけてるんですけど、シート的にはもう全くアルピスさん型と同じで、こうグッと引っ張ってあげて止めて、よいしょ、倒すといった形になってます。で、3列目の人もここに USB Type C のポートが右左で、シガーソケットがついてるので、3列目の方もあのスマホイージーなんかも簡単にできるかなと。いう感じですね。で、このバックドア、ここにボタンがあるんですけど、途中で止めると止まります。で、もう一回押すと上に逆方向に上がるって感じですね。で、設定してあげれば 2:1 でもう通常メモリーで止めることもできます。便利ですね、今の車は。で、後部座席はここに USB のタイプ C が左右ついてます。これはスパーダとプレミアムラインだけの設定になってます。で、プレミアムラインはあとはここに、まあ、トリプルエアコンはスパーダ以上がついてるんですけど、左右のシートヒーター、これ冬場ありがたいんですよね、が装着されてます。で、ここのテレビのでかいこと、 15.6 インチだそうです。もう僕は使わないんであれなんですけど、まあ、お子さんおる方なんかはかなり喜ばれるんじゃないでしょうか。で、アルピさんのリアモニターなんかはフロントで Fire TV スティックつないでも後ろに画像を送ることができなかったんですよ。で、それも改善されているみたいで、そこら辺かなり使い勝手が良くなったんじゃないかなと思います。よいしょ、広いですよね、本当に。すいません、サウナハットが大量にかかっておりますね。こういったところもちゃんと全部スウェード調のものが貼ってあるので高級感がありますね。よいしょ。で、ここにドアのクローズオープンがついています。で、この車も前車と引き続いて、ここに電動ではないんですけど手動のサンシェードがついてます。眠くなりますよね、本当にこれ。よいしょ。で、ここはテーブルですね。2キロまで大丈夫だそうです。まあ、ちょっとした飲み物だったり軽食とったりするにはこれで十分ですよね。で、ヘッドライト、ここがLED になってます。ちょっとウィンカー出してみます。で、ドアミラーのとこにも入れて、左右シーケンシャルウィンカーになってます。うん、なかなかかっこいいですね。で、プラチナムラインはここの塗装がちょっとプラチナムシルバーといって違う衣装になっているようです。で、車体自体が大きくなっているので、やはりちょっと5センチぐらいだけなんですが、室内も広くなりました。これはすごくありがたいです。というのは、これ基本的に僕は荷物を積む車として購入しているので、5センチとかでもかなり違ってくるんですね。で、ここ開口部もかなり広いのはいいんですが、ワクワクゲートの時もうちょっとこここうだったらよかったりっていうのが、このドアですね、後ろのドアがここで切り込みが入ってたんですよ。
でここで切り込みが入ってたので、乗り降りが僕ここで乗って荷物を乗せるっていうことをしてるので、ちょっとここに乗り降りが少し大変になってしまったなっていうのはあります。はい、ステップワゴンの積載なんですが、まあこんな感じで段ボール、これ一つに T シャツがだいたい100枚入っています。で今ここに入っているのが12箱1200枚ですね。でプラスちょっとここにはトートバッグが100枚ほど入っています。でも実際まだここ全然余裕なので、経験値で言うと大体あと 1,2,3,16 ケースぐらいは入ります。素晴らしいですねこの積載は。はい、では RP8 の速攻レビューをしようと思います。これ今回からこのシフトセレクターがプッシュ式っていうちょっと不思議な、すっきりしててはいいんですけど、ちょっと不思議な感じです、ね、これドライブ B っていうボタンを押すと、単純にブレーキ離してアクセルをオンにするとパーキングが勝手に外れます。では出発します。で今回私選んだのがステップワゴンのスパーダプレミアムラインのハイブリッドになります。なので今までまあこういったハイブリッド車って乗ったことがないんですけど、とても静かです。で自動オートブレーキっていうのがついているので、こういった信号待ちありますよね、この時にピタッと止まってしまうと、ここに見えますかね、A っていうこのマークがついてるんですけど、これがついているともう自動ブレーキがかかって、足をこういう感じで離しといても全然大丈夫な状態になります。これは地味に楽でいいですね。本当に結構長距離とか細々乗ってたりすると、このブレーキ踏んでるだけでもかなり疲労感があるので、これは非常にありがたい装置だと思います。では進発します。で今日は冷えてて、ちょっとまだエンジンが温まってないっていうところもあり、結構今エンジンかかった状態になってますね。でここのメーターの右側でいろいろナビゲーションというかアナウンスが見ることができます。今これ画面ナビゲーションってなってるんですけど、これ実際ナビ動作するとここに 100m 先右とかこういったアナウンスも出るようになります。で昨日ガソリン入れたところなんですが、平均燃費が 17km になってますね。でこれ高速乗ったりすると本当20近く走ってくれるので、かなりこれはありがたいです。前のアルピンさん 1.5 リッターのハイブリッド、1.5 リッターの、VTEC ターボ、これも、まあ、快適だったんですけど、燃費がやっぱり通常走ってて10、高速走って、12っていうところが限界値だったので、それに比べてやっぱり平均的にもリッター5からリッター7ぐらいいいっていう感じになってますね。ただ車重がかなり重いので、軽快っていう感じとはちょっとほど遠いところがあります。でこのステアリングが重いっていう感じが嫌っていう方向ではなくて、個人的にはかなり好きな感じで、どちらかというとヨーロッパ車のようなどっしり感っていう感じになってます。ただこれ女性の方なんかだと重たいって感じられる方もいるかとは思います。なので軽快感をこういったミニバンとかに求められる方は、ハイブリッド車じゃなくてガソリン車1.5 の VTEC ターボ
こちらの方も検討されてみる方が良いかもしれません。ちょっとハンドリングの機構自体は多分そんなに変わらないと思うんですが、この車重等の違いがかなり大きいので、乗った感じもかなり変わってくると思います。ただ前代のあの RP3 型と比べて、そのハンドルの遊びっていうのがほぼほぼない状態で、狙ったところにそのまま向かって走ってくれるっていう感覚はすごく運転してて運転しやすいですね。で、前の方はこのウインカーの音とかを変えることができたんですけど、ちょっと今回ウインカーの音なんかは変更ができなくなってます。室内大きな変更点といったら、メーターですね。メーターが今回アナログからデジタルに変わったっていうのが大きなところで、これに関しては非常にかなり大きめのディスプレイなので見やすいですね。でノア、ボクシー、セレナとかと比べても、このメーターの大きさっていうのは特筆すべき大きなサイズになっているので、これは本当に視認性がいいです。で、今アナログの二眼っていうタイプに変えてるんですけど、デジタルに変えることなんかも可能です。あ、念のためこれ今ヘッドセットみたいな形で GoPro をつけてますので、ちゃんと両手使える状態で撮影してます。で、このプレミアムラインっていうのが他のスパーダエアと違って、こういったところの表皮がスウェード調になってたり、シートもスウェードになっているっていうところもインテリアとしては違いがあります。で、ここのレザー調のパネルは僕がオプションでイラでつけてもらいました。これはここのミラウィンドパネルのところにも貼ってあります。なんか黒のまんまだとちょっと間延びした感じが嫌だったので、これはちょっとつけてみたんですが、これ結構良かったですね。で、今回ホンダコネクトっていうのが使えるということだったので、早速登録させていただいて、こういった SOS ボタンだったりとか、操作のことがわからないことがあったときはこのボタンを押すとオンラインでつながるらしいです。ただまだ1回も使ったことはありません。ただこのサービス入ると遠隔でエアコンつけたり、エンジンのオフ、ドアの開閉なんかができるので、忘れてたとか朝寒いからちょっとエアコンつけとこうっていうのができるのは、これ結構地味にありがたいですね。で、この本当に曲がった時なんかのこの操舵はかなりいいんですが、やっぱ曲がる時に重さは感じられるので、ロールがないかといったらやっぱりロールはあります。ただ接地感はかなりあるので、その不安な感じは全くないですね。スポーツカーというのは全く方向が違うので、同じようなものを求めてもダメなんですが、乗ってて安心感というのはかなり前の世代に比べてありますね。やっぱりこの今時の車の賢いのが、標識とか、結構見過ごしたりすることがあるじゃないですか。で、これをちゃんとカメラで呼んでくれていて、例えば50キロのこれ制限速度なんですけど、メーターのとこに赤くラインが出て50キロ制限ですよっていうのが簡単に分かるようなアナウンスをしてくれます。で、中央のところにも追い越し禁止と50キロの標識が出てますね。これすごいな、今の車の進化っていうのは。前のステップワゴンもついてたんですけど、ここまで精度は良くなかったので、やっぱり地味に進化してるんだろうなっていう感じがしてます。で、今
回車買い替えるに至って、まあ、ちょっと予算的にも新車を買う予定は全くなくて、中古でディーラーさんで購入しようと思って、三重にあるホンダのディーラーさんにステッパーゴンのスパーダのハイブリッドを買いに行ったんです。でそこで、まあ、悩みに悩んで1時間ぐらいその営業の方といろいろ話をしてたんです。でよし買いますっていう話をして、そのディーラーのその担当さんが所長さんのところに持ってったら、いや5分前に他から連絡が来て売れちゃったっていう、そんな経緯があったんですよね。でいや僕か1時間前から商談してたんですけどっていう話をしたんですけど、いやもう売れてしまったよっていう話で、いやそれどうするってなった時に、この一番上の最上級のプレミアムライン、これが1台あるよということで、本当は僕実は白系の車ってあんまり好きじゃなかったんですよ。まあなんか商用車っぽいかなと思ってたんで。でただそのプレミアムラインでもちょっとその今回そういった事情があったので、かなり値引きをしてくれるということで、かなり頑張ってくれたので、まあ、今回このプレミアムラインっていうのを購入したんですが、いざまあこれ乗ってみるとやっぱりその装備だったりっていうところがかなりスノースパーダに比べて良くてですね、そういった意味ではまあまあ色はともかくこっちのグレードにして良かったなぁとは思ってます。というのはやっぱりこの、まあ、こういったインテリアとかここら辺はまあ僕は正直どっちでもいいんですが、まあ、これですね、例えばこのマルチビューカメラ、これがめちゃめちゃ見やすくてですね、まあ上からのアラウンドビューでここ前面だったり左右だったりっていうのが見れるんですけど、これもともと標準装備でついてるようです。で結構これいいなと思ったのが、アダプティブビームっていう自動のオートライトでがついてるんですけど、これがこれはプレミアムラインだけらしいんですが、対向車だとか障害物を避けて遠目と近目を自動で認識して変えてくれるんですね。これめちゃめちゃ便利ですね。なのでもう一切このライトに触ることはなく、勝手に調整してくれるっていうのはすごくいいです。で先ほど話してたそのアランドのカメラ、これが賢いのはセンサーで危険だぞっていう風に近づくと、まあ、ここ特にそうなんですけど、めちゃめちゃこれ鋭角で曲がりにくいとこなんですが、ここ走ると絶対なるんで、ちょっと試してみますね。こういう感じで危ないぞっていう時には勝手にカメラ作動してくれます。これすげえ地味にいいですね。まあボックス型の車なんで見切りはまあまあいいんですが、先代に比べて微妙にでかくなってるので、ちょっと不安だなっていう方なんかは、これプレミアムラインじゃなくてもオプションで付けれるそうなので、これちょっと考えてみてもいいかもしれません。チャンネルは車バカな私が大好きな車に乗って西へ東へと走り回っています。ツーリングスポット、カーイベント、キャンプ場情報を毎週金曜日に配信しています。車好き、キャンプ好き、週末どこに行こうと悩んでいる方、ぜひチャンネル登録をして参考にしてください。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンもポチッとお願いいたします。ではまたどこかの道でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。